青葉の教材セットを使ってビー玉転がしゲームを作ってみました。まずはじめに部品を入れておくための箱台紙を組み立てておきます。台紙の縁に名前を書いたら折り目をしっかりとつけます。裏返してもう一度折ります。内側が白くなるように角を貼ります。ボンドを薄くつけてください。ボンドだけではすぐ取れてしまいますので、セロテープを貼っておきましょう。接着剤の扱いを練習しながら部品を作っていきましょう。細長い段ボールが入っていますので、ビー玉に合わせて切り取って仕切り部品を作っていきます。手を離した時に伸びてしまうような形でつけるとすぐに外れてしまいます。ボンドをつける前にしっかりと折り癖をつけてください。ボンドは縁のところに盛り上げるようにたっぷりとつけます。そして少し大きめに切った台紙の上に位置を決めたら一発で置きます。ボンドが乾くまではずらさないようにしてください。 L 字型の部品を作ってみましょう。半分に折って L 字型になってから、先ほどと同じようにボンドをたっぷりとつけて台紙の上に貼ります。T 字型のパーツは少し難しいです。この間のところにもボンドをつけて、このように貼ると T 字型になります。簡単にできるのは長いまま使う方法です。好きな形に曲げたら、そこにボンドをつけて、台紙に貼ります。大きい段ボールを使って面白い形の仕切りを作ってみましょう。斜めやジグザグに切ったら、ビー玉が通る通り道を開けて形を作ります。同じようにボンドをたっぷりつけて台紙に貼ります。今度はトンネルの作り方です。紙に癖をつけたら、今度はこの2箇所にボンドをたっぷりとつけます。この向きに置けばトンネルの出来上がりです。もっと細長いトンネルも作ってみましょう。長いので真ん中に穴を開けてみます。後の作り方は全く同じです。滑り台の部品も作っておきましょう。型紙を用意しています。それに従って作っていってください。滑り板は滑る部分が2センチ幅、両側は1センチです。ハサミをこんな風に使って折り筋をつけておきましょう。両側を折って滑り板の完成です。支柱は 2.5 センチの角柱です。折り筋を入れたら、一番下の部分を2センチほど切り取っておきます。折り筋を表からと裏側と何度も折って、のり代の部分1センチのところに
ボンドをつけます。ボンドははみ出さない程度に薄くつけてください。ここでしっかりと押さえて貼り付けます。外れやすいのでそーっと四角い筒にしてください。こちらが下になります。この部分にボンドをたっぷりとつけて台紙の上に貼ります。支柱は短いものも用意しておきましょう。作った部品を組み合わせてコースを作っていきます。箱に入れて乾かしておいた部品をいろいろと並べ替えてどんなコースになるかを考えてください。それが決まったら模様を貼りましょう。くっついてない模様がないか確かめてください。まず滑り台から作っていきましょう。上の部分に切り込みを入れて折り返します。台紙にボンドをつけて固定したら滑り板をつけていきます。ちょっとここのところも開いて、仕切りパーツを使ってみます。ここをスタートにしてみました。滑り板をボンドでつけて大きな滑り台ができました。滑って降りたところにトンネルをつけてみます。トンネルにもボンドをつけて、これで大きな滑り台の出来上がりです。滑り台パーツがまだ残っていますので使ってみましょう。こちらはL 字型にしてみました。滑り台パーツの上の部分を切り開いて L 字型の仕切りと組み合わせれば出来上がりです。残っている仕切りパーツもビー玉の動きを考えながらどんどん貼っていきます。残っている材料を使って仕上げていきましょう。空いているところに残っている材料を使って部品を付け足していきましょう。ビー玉が転がるかどうか通してみながらくっつけてください。竹ひごも入っていますので旗を作りましょう。竹ひごを切って段ボールの波の穴のところに差し込めば旗の出来上がりです。あとは残っている小さな材料を使ってどんどん模様を貼り付けていきます。箱の周りにも模様を貼り付けましょう。特に角の部分はセロテープが見えているので4箇所とも覆っておきましょう。完成したらしっかりボンドが乾いてからビー玉を転がしてみましょう。小さい方の滑り台は反対から登るのに成功しました。ここにも入りました。ゴールです。友達と交換していいところを見つけ合いましょう。